さあここからはテレビ愛媛独自のインターネット通販サイト愛媛いいものマルシェで販売されているおすすめ商品をご紹介するコーナーでーす。今月もやってまいりました。はい、この時間だ。よろしくお願いいたします。お願いします。どんどんご紹介していきますよ、はい、まずご紹介するのはですね、こちらです。食べる椎茸です。食べる椎茸、はい、食べる椎茸も、え、食べるものですか、まあ、当たり前じゃ当たり前、まあ、何のこっちゃと思われるかもしれませんけども、うん、びっくりして、すごくですよね。はい、今回ですね、その謎を解き明かそうということで、私この食べる椎茸を作っている工場にお邪魔しました。やってきたのは今治の桜井で生椎茸などの製造販売をしている作田商事。こちらでは温度管理がされたハウスで菌床椎茸栽培を行っています。すごいですね、もう本当に椎茸がいっぱい並んでますよ。こんにちは。あ、こんにちは、お世話になります。いやー、それにしてもすごい数の椎茸ですね。そうですね、今だいたいこのハウスで8000菌床ぐらい、まあ菌床でこの1個のブロックブロックが8000ぐらい、8000ぐらい、はい、あります。これって愛媛県産材なんですよ、このブロックって。そうなんですか。愛媛県産材のおがくずをギュッと固めて、でその固めたものにこの椎茸の菌をですね、注入するんですね。だいたいここから、まあ、ちょっとこういうちっちゃい芽がですね、100ぐらい全部で出るんですよ。3日から4日後ぐらい、5日後ぐらいにはブワッ出てます、これ。そんな早いスピードで。そうです、そうです。で、ここからだいたいその出荷サイズの、まあ、ちょっと大きめのこういうのを取ろうとしたら、100ぐらい出る中で70ぐらいちっちゃいやつを落としていくんですよね。ああ、間引いて間引いて、うんうん、はい、で、1つあたりを大きくしていく。そうです、そうです、そうです、はい、なるほど、こういう感じですね。で、今こうやって切ったちっちゃいこの椎茸って、はい、まあ、僕ら勝手にウブ椎茸って呼んでるんですね。ウブ椎茸で、これってなかなかあの世の中に出回ってないというか。あ、確かにその店先に並んでるのはもっと大きいですよね。大きいで、別にちっちゃいからといって食べられないわけではないんですよね。ないっていうか、逆にちっちゃくても大きくても栄養素ほぼ変わらないですから。そうなんですか。ええ、てっきりなんか大きい方がいっぱい栄養も入ってて、ね、含んでそうですけど、そんな変わらないです。そうなんだ、はい、なんでこのちっちゃいものでも十分栄養価高いん で僕らはこの栄養価の高いこれをぜひ皆さんにね、食べてもらいたいということで、うん、商品として世に送り出したいなということで活用もしてるっていう、うん、取り組んでいるところです。このうぶしいたけを天日干しした後、さらに専用の乾燥機で水分を飛ばし、特殊な焙煎処理をした加工品がいいものマルシェに登場。それがこの今4つの商品になります。これはなんか3つシリーズですか。そうなんですよ。まず粉にしたのが長女なんですよね。長女、はい、これだからもう純粋な椎茸のパウダーだけっていう、うぶし椎茸パウダーだけなんで純粋な長女っていう。長女さんで、ちょっとこれやんちゃなあの次女っていうことで、ええ、博多園業さんの博多の塩さんとこのパウダーを一緒に混ぜたものがうぶし椎茸の塩の出汁状なんですよね。まあ、これ三条はまあパウダーにせずにそのままが入ったスープということなんですね。熱湯でどうでしょう、3分から5分ぐらいしっかりと戻してもらって、このちっちゃい椎茸のね風味を楽しんでもらいたいなと思います。で、これがまあ一応まあ三姉妹でもないどうか親戚のおじさんみたいな感じで食べる椎茸っていう、まあそもそも食べる椎茸ですね、椎茸食べるものを食べるものなんですけど、まあ食べてほしいから食べる椎茸っていうね、あえて。当然アーモンドとか、小魚が結構メインなんですけど、この椎茸だけでも単体でも美味しいですから、ちょっと固めなんですけど、しっかりと噛んでもらえれば椎茸の風味が口の中にぶわっと広がると思うので、ぜひそれを楽しんでもらいたいなと思います。さあ、というわけで中岡さんには食べる椎茸、はい、山崎さんはうぶ椎茸3姉妹から3女椎茸スープご用意しております。ありがとうございます。間引いた椎茸なんだ。そうなんですよ、だからこその食べる椎茸だったんですけど ね、 ね、はい、ちょっと召し上がってみてください。いただきます。いい音。ん、普通に椎茸としてうまいな。でしょ、うん、よく合うでしょ。多分食べやすいし味がついてるからまた次々いっちゃう。そうなんです、止まらなくなっちゃうんですよ、うん、アーモンドと小魚が一緒になった商品って結構あると思うんですけど、あるあるある。ここに椎茸が入っていることによって何がいいかと言いますとね、うん、椎茸っていうのはビタミン D が豊富なんです。で、このビタミン D、小魚アーモンドにも入っているカルシウムの吸収を助けてくれる働きがあるので、うん、つまりこの3つが揃うとですね、栄養を効率よく取れちゃうんです。
だからね、すごいいい話なんですけど圧がすごくて究極のおやつなんです。いや分かった、そういうことなんです。めちゃくちゃうまい、これをとにかく伝えました。そう、すごい。そして山崎さん、スープもありますが、どうですか。いただきます。はい、どうぞ。はい、あ、ちゃんとね、椎茸ちっちゃいのが入ってますよ。いただきます。おいしい。だしがすごいなんか出てる感じがする。程よい香りもあってね、でもしつこくなくて飲みやすいという。そうなんですよ、椎茸出るもんね、だしがね。そう、うまみがすごい。しかも1杯あたりですね、大さじ一すくいでいけますから、それだいたい10回分ぐらい作れますね。パッと作ってね、一品っていうのができますよね。手軽、美味しい、しかも栄養も取れる、もう三拍子バッチリ揃います。素晴らしい、ね、もうここにも椎茸ファミリー揃ってますから、はい、もう皆さんの家にぜひ招き入れてくださいね、はい、よろしくお願いします。さあ、愛媛いいものマルシェ、続いてご紹介するのはこちらです。二身のハモ、タイ、マナガツオ贅沢セットです。いや贅沢でしょ、でしょ、やばいね、何そのセット。でしょ、こちらですね、二身ファンという、伊予市二身の魅力を全国に発信していこうというブランドが作り上げた商品なんですけども、うん、はいはいはい、二身は下灘漁港で取れたハモ、タイ、マナガツオ、これを贅沢に取り揃えているんですね。いや下灘ハモ美味しいもんね。はい、そうなんですですね。こちらセット内容はですね、ご紹介していきますと、うん、はい、ハモしゃぶのセットでしょ、はい、それから松山タイ飯、宇和島タイ飯、2種類のタイ飯、うん、そしてマナガツオの西京漬けと、まさに二身の海の幸を存分に味わえるセットなんです。なるほどね、めっちゃいいでしょ。いいですね、ね、でですね、今日はもう実際にお鍋も用意しまして、ハモしゃぶセットちょっと楽しんでもらおうかなと思っております。嬉しい、それ自分用やないか。え、なんて自分用やないか、それ。いや、まあ、僕も食べますけど、まあ、ちょっと待ってくださいねこれも今ハモ出汁がね、もう湧き上がってるんで、ちょっと実際にしゃぶしゃぶしてみようかなということで、やってみよう、行ってみましょう。いいですね、セットになってるとね。しゃぶしゃぶいきます。お、もうすでにいい香りもしてる。身を出汁の中でそうやってしゃぶしゃぶするんだね。なるほどなるほど、そうそうそう、もうちょっとかな。はい、ちょっとまだね、こう見えないんだけど、これ花開くかな。そうですよね、徐々に。でもちょっとこうプリプリした感じになってくるんです。なってきた、はい、ちょっともうちょっとかな、上げてみましょうか、うん、お、プリッとこんな感じになります。綺麗じゃない、美味しそう。そう、綺麗に仕上がっております。ハモだ。こちらをですね、セット商品に二身で作られているうるき醤油さんの手作りポン酢醤油がありますので、はい、それにつけていただくということなんです。なるほどね、はい、では大変お待たせいたしました、はい、もう待てないよ、スタンバイしておりますので、はい、あ、もう勝手に食べてる。もう花開いてます。どうぞどうぞ、ハモプリプリ、ポン酢醤油も美味しい。ハイタッチしたくなる。うん、美味しいでしょ。ありがとう、ね、ハモサンキュー。本当に海が近い町ならでは、二身、うん、の魅力がギュギュッと詰まっている商品になっておりますので、ぜひ皆さんも召し上がっていただきたいなと思いますよ。はい、さあ、愛媛いいものマルシェ、まだまだあります。こんな商品もあるんです。それが先折りバッグとテーブルセンターです。うん、先折りとは古い布を文字通り裂いて作り直す織物。昔は仕事着や防寒着に使用されていましたが、今ではあまり見ることはなくなり、各地で保存活動が行われています。今ね、こうやってニシンで裂いていってる工程です ね、この伝統的な手法を後世に引き継いでいこうと、先折りで商品を作っているのは伊予銀チャレンジ&スマイル。障害のある方が生き生きと誇りを持って働ける環境づくりや社会参画、自立を支援している企業なんです。はいはいはい、でですね、着物を作作業から自分たちでデザインを考えて織り上げるまで、一つ一つ丁寧に仕上げられています。昔の人のものを大切にする気持ちを次第に作っていきたいです。世界に一つしかないものになってますので、手触りとかを確かめていただきながら長くお使いいただいたらと思います。さあ、ということで、うん、お手元にテーブルセンター先折りバッグご用意しておりますが、これね、どうでしょう、うんうんうん、しっかりしてて、ね、これもう新品としか思えないよ。そうですよね、うん、今新しい形に生まれ変わってますけど、もともと着物だったりね、そういった織物だったってい いや、長く使えるっていいですよね。その SDGs じゃないですけど、そうだね、うん、そう、十分使えるものだし、それがやっぱり新しい形に生まれ変わることで長くまた使ってもらえるっていうね、そういう商品になってますからね。マインドが素晴らしいですね。素敵、ね、やっぱりこういいものは長く大切に使う、これ大事だと思いますんでね、ぜひ皆さんもこの独特な風合い、お手に取って確かめていただきたいと思います。はい、
さあ、このようにですね、愛媛いいものマルシェでは魅力ある商品たくさん取り揃えています。自分のために買うもよし、誰かに贈り物をするにもおすすめだと思いますので、ぜひ一度ですね、テレビ愛媛のホームページチェックしてみてくださいね。以上、愛媛いいものマルシェのコーナーでした。